この辺も打っていきたいと思います。怪しいけどね、下根がかりが。そうも言ってやんないね。今はね、8時、15分ですね。ちょうど満潮から1時間、下げた感じです。で、今、タトゥーラ400です。うわ、流れ早いな。流れ早くなってきて。時間もちょうどね、いいんじゃないかと。ちょっとこうやって、8はあかんな。浮く。ちょっと濁ってますね。でも流れがすごい。やっぱりこれね、落とすとね、根がかりしてね、今さっき1個なくしました。針もいいのつけてるからね。6秒、ここは浅いんだね。危ないな。危ないっすよね。ここにいないかな。だよ。あ、ジャックだと思う。ほら、よいしょ。ジャックでしたね。すっごい勢い。びっくりした。あ、こっち行こうか。ちょっと待ってよ。まあいっか。はい、ということでね、今あの音リリースしちゃいましたけどね。はい、でこれでやっぱ来ましたね。8時20分ぐらい。うん、もうあの
反対側で食ったっていうよりはこの流れの中に入ってますね。全然回収しようかなってぐらいの時に食ってきた。やっぱりね、あんなサイズでもね、すごいっすよ。あ、バックだ。なんで？これね、力んどるんすよね。ちょっと遠投したいから、今ね、9なんですけど、これ結構ね、まあ僕が下手っていうのもあるんですけど、この辺で食ったね。はい、これね、ダイワのヒラメ、ロデオ、あ、ロデム3か。変更しとかないとね。さっきね、結構流れがあったっすよ。今ちょっと落ち着いたな。このね、数分、この10分でいろいろ変わりますね。あ、でも流れてるか。ちょっとでもあれですね、パプアン欲しいね。こっちでは銀が売っていますけど、しかしいい食い方だったな。危ないけどね。2、3、10秒ぐらいで。めっちゃ流れてる。食うよこれ。これですよ。もうまさにね、今8時半で下げのこんなに流れが良くて、天気がこれ、暑い、じりじり暑い感じなんですよね。これ今日ね、もう宣言しときましょうか。釣れるんじゃないでしょうかね。
パープワンバース。これ、この一投で強いんじゃない？